例えば真ん中を使う、真ん中をグッて締めると肋骨が降りてくるんですけど、骨盤もつながってて骨盤も影響を受けてタックしちゃうんですね。タックインって言って骨盤が後傾しちゃうんですね。こういうふうに前側を下ろしすぎると。なので前側は真ん中ですね。真ん中の腹筋の感触はない方がいいです。みぞおちとかで横の方がいいですね。横をしっかり使ってあげる。そう、真横でもいいんですけど腰に来そうだなと思ったらやっぱちょっと前の方がいいかなと思います。肋骨の下の筋肉どこをどう使うかっていうのがすごく重要で、腹筋も広いのでよくそうね腹横筋とかも言われるんですけど、でもまずはこの横っていうのを斜めとか横を覚えた方がいいですね。うん、でなんでかっていうとそれが